はようございます。茂木耕作海空研究所朝礼、今日はですね、土曜日ですね、12月17日ですね。おはようございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。砂塚森忠さん、おはようございます。森本茜さん、おはようございます。休日出勤ですかね。お疲れ様です。頑張ってください。山本健太さん、おはようございます。清水信之さん、おはようございます。寺石由香さん、おはようございます。中村修平さん、おはようございます。山田友人さん、おはようございます。ニコマコス倫理学のノートを更新しまして、久しぶりに、なんか最初の1ヶ月をね、まあ、モテサコモレタロの最初の1ヶ月の完全に軸はやっぱここだったなっていうのを思い出しましたけど、最初の軸ってめちゃくちゃ重要だなと思いましたね。そして土台が倫理っていうのは、そんなサロンはあるんでしょうかね。いや、あれがさ、初っ端のだから、なんかサロンもさ、いろいろ始める時って誰でもさ、どうやっていこうかなとかってなるんですよ。多分参加メンバーもなるし、オーナーもふわふわしてるしっていう状況が最初の1ヶ月だと思うんですけど、そこに倫理を置いたっていうのはね、まあ、誰も狙ってなかったんだけど、友人さんがこうポンと投げてくれて、なんと第14項ですか、10月から11月にかけて、まあね、連載みたいな感じでやってくださったじゃないですか。あれは今この今のね、こうサロンうまくいってんなみたいな感じの、もう完全に根っこはそこにあるなと思いましたよね、改めて見て。まあ、もちろん友人さんがたまたまね、その100分で名著でおーってなって、そういえばどっかでまとめたかったわっていうタイミング、これはもう本当たまたまだと思うんですけど、で、まあ、それをこうアウトプットするフィールドとして、まあ、使ってもらったわけですけど、うちのサロンをね。いや、なんかこんな幸運に恵まれるとはっていうことを今更また改めて思いましたね。で、それを昨日ね、なおくん、おはようございます。入会したなおくんがさ、新規加入者がさ、サロンの案内みたいな感じで、まあ自己紹介やり、まあこんな感じでサロンを使ってくださいねっていう、まあいろんな案内どこにだってあるわけですよ、どんどんサロンになって。まあ、でもそのスッと入ってこれるかどうかって、まあ僕もね、試しにいろいろ入ったやつもあるんですけど、あ、うまくできてんなっていうところもあれば、やっぱりこう既存メンバーの中に入っていく上でどうしても壁あるなみたいな、いっぱいあるんです、いっぱいあるんですけど、最初に入ったメンバーがさ、まず直接メンバーから勧誘を受けて入ってくるっていうね、この特殊性もあると思うんですけど、でそのメンバーが最初に、まあ、サロンに投稿していた倫理学のテキスト、これを読むっていうことで、もう完璧に入ってきたよね、なおくんがね。昨日ね、なおくんのスタイフは、その友人さんのニコマコス倫理学を読みながら感想を喋るよっていう回だったわけじゃないですか。で、あ、まあ30分もしっかり感想を述べるんだなと思ったら、前半20分ぐらいは普通にこうブツブツ言いながら読んでるわけね。その黙って読んでる時間とかも含まれてて、そこも収録するのかいと思って、面白いなこいつと思って笑っちゃったよね。
だからまあずっとさ、直くんがさ、カフェなのかどうか知らないけどさ、ずっと友人さんの「ニコマコス倫理学」テキストをさ、じっくり読んで読み入ってるなーみたいな、だいぶ読み込んどるなーみたいな、でたまに「ふんふん、そうですね、ここは確かに」みたいな、ほんとたまに入るんだけどさ、なげえな、ずっと黙って読んでるのかと思って。新しいよな。 あんな無言の時間が長い音声配信ないんじゃない？ いやだけどさ、俺よかった、これもありかと思ったよ、本当に。要するに、まあ喋りながら読もうとも思ったと思うんですよね、最初ね。ですけど、読んでみたところ思った以上に「あー」ってこう入ってきてのね、味わってんのね、その文章というね、それがこう無言であることによって伝わってくるという、これは何て言うんですか、音声配信における革命ですよ。まぶらだからね。 今まで声のトーンがどうだとかさ、編集しないことによって声の、まあ、その人のオリジナルの声が伝える、まあ非言語の部分っていうのがめちゃくちゃ重要だなとかっていう話何度かしてきたんですよ。で、まあ善くんの話とかってさ、もうほんとまさしくそうじゃないですか。 MVP もらったぞみたいな。いや確かに善 MVP やなみたいな。でその MVP たるね、その誇りが声に表れてるよ。 とかね、だからそのそういう感じね。だから文章でもなく動画でもない声のみってすることですごく現れるものあるよねっていう話は何回かしてきたと思うんですけど、まさかの無言っていうね。あかねさんおはようございます。今日もね、ご出勤ということで頑張ってください。善くん、あと善くんのね、 MVP おめでとうございます。なんだったらモテサクサロンの MVP 今んとこ全ですよ、完全に。 いやー、花丸学習会やっぱりすごいな。コミュニティとしてのベンチマークとしては、僕はね、その最初は始めるにあたって中田敦彦のオンラインサロンプログレスっていうのを大なんていうか、まあうちはもう6000人のコミュニティだから、もう全然サイズも違うんだけど、とにかく毎日、ホームルームをやってると。でホームルームで何も予定していない思いつきの話を してですね、っていう、まああれは素晴らしいなと思ったんで、でそこを何て言うか、晒さないとやっぱりメンバーと近づけないっていうことを、なんていうか、有名な芸能人だからこそ余計にそれ身に染みてるっていうのがあるんですよね。なんかでそれがいいなと思ったんで、まあだから小さく始めるにあたっても僕もそこをね、ちょっと真似したいなみたいなことを思ってたんですけど、そういう中でもね、やっぱりね、そのこうそうは言ってもさ、一人で喋るっつっても拠り所欲しいのよ。でオーナーからするともうね、本当ありがたい。善 がもう毎日なんかやらかしてくれるから、やらかしてないんだよ、やらかしてないんだけどさ、とにかく毎日まっすぐに何かしらをこう届けてくれるわけじゃないですか。あれはね、本当にサロンにとって重要で、まあ中身が何も素晴らしいよ、そのとにかくね、 MVP もらいましたとか、今日はどういうことを感じましたとか、喜怒哀楽も含めて素晴らしいんですけど、まあ、とにかく毎日何かしらこうレスポンスではないんだけど、 僕にどう言われたかとか、そんな全然関係なくやってるけどさ、だけど、まあ、こっちが毎日何かしらこうやっていこうと、まあ、こうやって朝礼という形はずっと続けようっていうのは、中田サロンをベンチマークしてですね。
やろうと思った時にもう一人欲しかったのよ。だからもう一番欲しかったですね、毎日何か喋ってるやつ。めちゃくちゃいいっていう。まあ、あとはアポロマン的にハードルを下げてくれるやつね。風呂で寝るとかね。いや俺もあるけど危ねえよなあれな。なんか冬は特になんかあれね、怖いんだけどなっちゃうんだよな。遅くに帰ってきて風呂使ってたら気づいたら深夜みたいな、ありましたけど僕も。あれ怖いよね、はっつるもんね。どうしたら防げんですかね。ほんとなんかほんと万が一があったら朝まで誰も気づけないわけじゃん。あれどうしたんだみたいな。でもね、結構事故もあるもんね。とか。だから、どうでもいいのか、どうでもよくないのか、昨日のは微妙でした。ちょっと気をつけてください。もっとどうでもいい話をするようにお願いします。まあね、まあでも、アプロマン、生存確認ということでね。いや、深夜まで頑張ってたな。何の話だったっけ？ そうそう、ナオ君がさ、無言を音声配信で届けるというね、画期的な手法を編み出しまして、要するにまあ文章を読んでいますと。でたまにふんふん言ったりしてるみたいな。 これありかみたいな。だけどさ、これ面白いのが、そのサロンメンバーはユージンさんの倫理学みんなこう読めるわけですよ。なるほど、その反応するってことはおそらくこの辺読んでんなみたいな、僕もなんとなくイメージつくわけ。まあ具体的にどの文章とは分かんないけど、どうやらこの辺で、ああそういう響き方するんだ、あここで引っかかるんだみたいな、なるほどみたいな。でまあ最後にさ、本当30分のうちの最後の5分とか10分のところに感想を言ってましたけど、新しいと思って。 いやでもそうそう、みんなさ、中学とか高校で1回は倫理科目として触れますけど、ピンとこないっていうのは多分ね、どうなんですか、全国でみんなそうなんじゃないかな。でそのなんていうの、みんなさ、アリストテレスおもろい顔してんなとか、プラトンすごそうだなみたいな、なんか本当にそんな程度でしか乗らないっていうね。なんかちょっと、まあ僕の自分の高校の時の記憶でいくとですね、まあ隠さずに言うと完全にバカにしましたよね、倫理を。なんだよそれと。それで何ができんだよというね。まあそんな僕すれてなかったと思うんですけど、倫理の授業は全くその響かなかったですよね。まあまあその授業の何て言うか、伝える内容にもよるかもしれないですけど、まあなんかその単語だけ覚えるような感じになってしまうと、まあ、つまらなくなっちゃったりとか、それはそうかもしれないですね。でも相当バカにしました、倫理を。 そして倫理をバカにすることによって、アリストテレスさんとかプラトンさんとか、これ何なのみたいな、そこに出てくる登場人物までもこう含めて軽く見てしまうというね。まあそういう状態に僕は確実になっていた記憶がはっきりとあります。単純にハマれなかったとか面白くなかったんだったら記憶そのものがなくてもおかしくないんだけど、割とはっきりと記憶してるんですよ、つまんなかったっていう。 でだけど、まあ逆にだからその振りが効いてるっていうのもあるかもしれないですけど、
こんなちゃんとしたことやってたんだというね、そのユージさんのテキスト読んだら、めちゃくちゃ重要じゃねえかよ、このテキストを高校の時の俺にくれよというね、思いましたよね。そのなんだろうな、あのナオ君の感想でも言ってましたけど、まあ抽象的な概念っていうのが、まあその低年齢にはちょっと難しいっていうのはあるかもしれないですけど、だけど、まあ、ユージンさんのテキストの場合はユージンさん個人の、まあ、具体的な実体験がちゃんと織り交ざっているわけじゃないですか。だからこれすごく高度な抽象的な概念みたいな話を理解するときに、抽象と具体をいい感じに行き来しないと全然入ってこないっていうさ、それはね、そりゃそうだよねというね、ところがこう改めてこう友人テキストの価値なんだなっていうのが直くんのこう感想を聞いてても分かりましたし、まあ直くん自体も要するにまあ友人さんの具体、まあ実体験ですよね、それを見つつ、自分はそういえばそういう意味でいくと別な実体験があって、その別の実体験がこの抽象に対してこう対応してる話なんだなっていう、まあ、そういうふうにこう感想を落とし込んでいたのかなと思ったんですけど、あの作業が作業だと思うんですよ。であれは何だったらこう脳みその筋トレみたいなもんで、あれはこうやって繰り返して、そして継続しないとまあ強くならんよね。そして強くしないということは、なかなかのまあやっぱり弊害を生むよねと思いましたね。要するになんか考えの軸みたいのが、要するに目に見えないじゃん、その親と子の関係でどれぐらいの見守るって何なのとかさ見守る、お子様を見守ってくださいみんな言われるんだよ、親になったら。で言われた時に何にも違和感を覚えないし、いや俺は見守らないなんて思うやついないんですよ、そのはいって思うんですよ、素直に本当に。なんだけど、じゃ あ見守っているつもりがこれが見守るになっているのかどうかを客観視するって超むずいわけよ。まあそれは健太さんの教育心理の領域かもしれないですけど、その見守るの距離感を、親と子の見守るの距離感をメタ認知しようとしたらどうしたらいいんですかっていう話になってですね、むずーってなって、まあさまざまな黒歴史をみんなね歩むわけじゃないですか。友人さんもそういう話あったし、その昨日のね優しさと楽しさの放送をしてましたけど、あるよねと。まあ聞けば必ず親父と息子にありそうだなという話じゃないですか。僕もまあ何度も言いますけどありましたし、まあ黒歴史ってほどね後悔はしてないですよ。ただまあよくあることで、あれは間違いなく見守るではなかったなっていう。でも当時の自分としては見守るだと思っていた節があるんですよ。でどうやら違うなりに、ちょっとずつ改善できている術がどこにあればよかったんだけど、メタ認知できないからもがけばもがくほど見守るから遠ざかるという、状態になったんですけど、視覚化できないもんですねっていう。でここでサロンの中でこう茜さんのさ、自己満育児学のシリーズが始まり、善くんの放送が始まった時に、視覚化はされてないけどこれかと思ったよでこれを見りゃいいんだなと。要するにまあ茜さんだってもちろん今なおね、模索している状態ではあると思うけど、なんていうか見守る
を徐々にこう、これが見守るかな、こうしたらもっと見守るかもしれないし、もうちょい変えるとしたらこうかもしれないっていう、なんかそういう、なんていうか、なんていうかな、冷静な感じがあるんですよ。それがこう僕らが距離感と称しているとちょうどいい子供との距離感、見事やなってみんな言っているのはそこなんですけど、視覚化まではできてないけど感じ取れる状態にはある。でそれをまあ見ることによって、その自分と自分の場合のこう親子関係との差を感じれて、その差分が初めてこうメタ認知に多少のヒントをくれるというね、まあ、めちゃくちゃこう抽象的で、まあ、具体は具体でこう思いつくんだけど、見守るは抽象的だと思うんですよ。で具体は具体でこう普段の親子関係とのやり取りやるってこう対応しそうなんだけど、その間を結びつけるときにすんげえ距離があるわけ。これ何がどうなればより良いなのっていうのが全然見えなくなっちゃうわけですよね。でその時のまず寄り所の軸として倫理学があるんだなっていう、まずね、倫理学の土台がないと抽象と具体を行き来できないし、結びつけるのもうまくできないし、まあ他者が作っている親子関係、まあだから周平さんとね、しんじ君とかもありますし、あの親子関係あったんじゃないですか、色樹薬業の時に。でああいう実例をこういろいろ見てって、自分との差分を感じて、やっとちょっとずつメタ認知のきっかけがつかめるみたいなところがあるのかなと思ったんですけど、そこに佐藤直ひろみのねまた新しく、なおかつ超絶レベルの高い親子関係ですよ。あれはあれを見るっていうのは、要するに見るって言ったらあれですけど、まあスタンド FM の対談ですよね。1時間の母と息子の対談を聞くと、話してる内容そのものじゃなくて、こんな親子関係あんのかっていう、伝わってくるもの、これが見守るを20年間積み上げた結果がこれなんだなっていう、その、そうやって感じ取るしかないんだけど、でもあれはめちゃくちゃでかかったですよね。で、直くんと森本家と佐藤家の対談が今度ね、いずれ将来直くんのたっての希望によって、いつか実現すると思うんですけど、これは倫理学の抽象と具体のこう背骨の土台から出発して、そこに行き着くっていうのはね、なんだろう、うまく言えないけど、もうちょっと身震いしましたよなっていうかそんなことできんのと、そんなところにつながるのかと、めちゃくちゃレベル高いことを成し遂げちゃう可能性があるなという、この持っていく工作美空研究所の、中でね、なんかこう狙ってもいない中でこう偶発的にいろんなねプロダクトができていくわけですけど、いやなんかそれはものすごいものを、もうあんまりねハードル変に上げてもやりにくくなっちゃうかもしれないけど、まあ、僕はすごく価値のある対談の提案というか、絶対聞きたいなって、これ言うとね、あかねさんが緊張しちゃうかもしれないけどでも単純にね、やっぱり、あの自己満育児学をそのままひろみさんがどう読むかっていう話かなとも思いますけどね、すごく
なかなかないんじゃないですか。教育心理の分野でどうなんですか、健太さん。こういう母と息子の距離感みたいな話を母同士でとか、親子対談の座組で、おのおのそれぞれの見守るについて、自己満育児学をそれぞれお持ちで、で、なんていうか、落としどころ必要とせずに、ただ、なんていうか、オチもなく、共有し合うだけで、めちゃくちゃ価値があるなっていうことを確信できる、コンテンツって言ったらあれですけど、でも見たかったやつだよ、俺は。少なくともね、俺はね、そういう、なんか、ベンチマーク、オンラインサロンだったら、あの人が成功しててうまくいってて、あの人ベンチマークしようみたいに、目標とか、あれかっこいいなとかって見えるんですよ。で、目指せる、真似で、この辺真似して取り入れようみたいな。まあ、やろうと思えば、大した、苦労もなく、もうできる状態になってる。みんないろいろやってるから。で、苦労してることも知れるし、うまくいってるっていうことも、もうめちゃくちゃ盛り上がってんじゃんっていうことも知れるし、あ、レベルが高いってこういうことなんだなとかっていうのも見ようとは見れるんですけど、親子の日常の見守るって可視化されないから、ベンチマークするにも相手がいないわけよ。なんていうか、こう、外で出会って、あの夫婦は仲がいいわねとか、あの親子はうまくいってそうねみたいな、こうふわっと表面しか見えなくて、日常の母としてはこういう立ち位置に立つようにしているとか、息子が息子で、母をこれぐらいの距離で見ているとか、まあ、こういうところで支えてもらってることをようやく気づき始めたとかさ、まあなんか結構生々しい話だから出てこないよね。で、どうまとめていいかもフレームワークがないから、枠組みっていうかさ、どう喋ったら誰のためになるのかよくわからないということだと思うんですよね。だからまとまった形にならずに、だけど本当はみんなが必要としているはずで、そのベンチマーク欲しいわと思ってんですよ。いや、あんまり思ってすらいない。気づかずに、なんで俺と見守ってるつもりなのに、これ違うのか、見守るじゃないのか、近すぎるのか、どうなってるんだっていうのを一人でもがいてるっていう、一人でっていうか、父親は父親で、なんかそのジタバタして、母親は母親で、これでいいのかしらってなってるっていう。で、その父のもがき方と母の、試行錯誤のやり方も違ってたりとかすると、夫婦間でもなんかズレが出てとか、まああるよね、当然あるよ。そうするとさ、我に返れないというかさ、客観視どこでしたらいいのってなるんですよね。それをね、なんていうか、ベンチマークっていうほど、ね、はっきり視覚化はされないかもしれないですけど、そういう、なんか取っかかりの一歩に、僕はね、その奈緒君とひろみさんのスタイフの対談はまずそういうものとして僕は見たし、あかねさんの自己満育児学の投稿とか、まあ、善くんの日々のスタイフの配信とかもそういうふうに僕は受け取っていて、その2人がコラボだとっていう、それはよだれがさん出てくるよっていう、だろやべえってなってる。いや、楽しみですね。それをね、清水寺石砂塚が、
四方八方からいろんな捉え方をしてくれると思うんですよ。もう完璧ですね完璧な布陣、穴がない、どこに穴があるんでしょうね。いや穴だらけがなんかもしれないけどいや完璧な布陣だな、整ったなと思いましたね。今日はもう何を話したかよくわからないです。ずっと抽象的な話をしてたけど、まあ友人さんのニコマコス倫理学のおかげで僕らは抽象的なふわっとした話でもお互いなんか受け取れる共通言語を持ったというか感性なのかもしれないですけど、まあそういう9人だなっていう安心感はあるから、こうふわっとした話も多分、伝わらないんじゃないかという不安で、普通ね抽象的な話ってしにくいんですけど、まあだいぶ僕はね、まあ、僕自身は少なくともそうだし、みんなもそれぞれ安心してできる関係になってるんじゃないかなと思います。はい、ということで皆さん今日はどうなったと笑いますでしょうか朝から笑いました僕も。なおくんの無言投稿、無言音声っていうね新しい境地にね笑いましたねでもねあれいいと思います本当に。勉強中ですとか、そういうねなんか YouTube チャンネルたまにありますよね。ただただひたすら勉強してる姿を流しているという、カリ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 やってるみたいな、でブツブツ言ってるのもたまに入るんだけど、ほぼ何もこう見ている側的には何も情報量がないわけなんだけど、一生懸命勉強してる姿そのものに同調圧力を感じるんだと思うんですよまあだから自分で選んでその同調圧力のもとで俺も一生懸命やるぞってなるためにあれをライブ配信してるんだと思うんですよね。なんか昨日ね僕もちょっとスタイフで同調圧力の話をしたんですけど、同調圧力って四方八方で必ず誰かが誰かにかけているものだと思うんですよ。でその集合体になってきて、その大多数がそれをこう無意識にかけているっていうのに対して、まあ多少の不都合が起きがちっていうことなのかなと思うんですけど、選べれば何も悪いもんじゃないよねっていうね、ことかなと思いますよね。ポジティブな人に囲まれているとポジティブな気持ちになれるみたいなのも、それはポジティブな同調圧力なわけじゃないですかじゃあそれ悪いのかって言ったら別にいいことなわけで、あるいはその成長意欲が高い人に囲まれればとか、それみんなそのいい意味での同調圧力のおかげで、良きようになると思うんですけど、でそれ大体なんか言葉とか見た目とかはっきりした形のあるものだと思っていたんだけど、まさかの無音っていうのがありだというねことが昨日の僕の発見でしたねはい、ということで奈緒くん早速ね大活躍です新規加入初日からですね、初日2日目ですかも、本当にだから新規加入がこうやってさスッと入って来れる状態っていうのは、まあアポロマンの時もそうでしたけどこれは嬉しいよね、はい、そうだ、あと忘れてたわ、明日ねゆかさんと一緒に会いますね、葛西臨海で、森弘さんとスプリントトレーニングをやるという、まあ、自主練ですね、はい、ゆかさん明日会いましょう。そして今日も皆さん良き一日をお過ごしください。ではまた、じゃあねー。